はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋うんともでございます。今回はウルトラマウンタインが、18話の感想を、まあ、ざっくりと言いたいと思います。今回は、18話、なんですが、ウルトラマウンタインの18話、なんと初代のジェットンと、初代ウルトラマンと戦ったジェットンとウェムラーが出ました。ざっくり言っていいですか。ひろゆきくんがかわいそうと思いました、その回は。ざっくり、そう思いました。っていう感じですかね。で、次は19話の放送です。まあ、ひろゆきくんが今回、メンバー攻撃受けるんですね、誰か、ある人が。その責任感で、いい実を飛び出すというのを言ってるそうです。今後も、気になりますが、ちょっと先に情報を増えたったら言えませんけど、今、ウルトラギャラクシーファイトかな？ウルトラファイトギャラクシー？これだけか忘れましたけど、やってますね、今、現時点の。YouTube で配信されてるんですけど、そこに出てくるウルトラマンの誰かが出てくるみたいだということが判明してびっくりしました。誰だとは、ね、雑誌のテレビとか読んでみてください。なくても投影、なんかそういう、ウルトラマンとか情報載ってる雑誌があると思うんで、そういうのを見て、このウルトラマンが出るのって思ってもらいたいなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。